久保さんルパン三世といえばもうカリオストロの城ですね。僕ルパン三世の中で何が一番好きですかもうカリオストロの城しかないですね。<laughs> まあ他にもね、ソロンゴいっぱい出てきてると思うんですけど、あれはね、僕はね、もうめちゃめちゃなんか良かったですね。まあ宮崎駿さんが多分入ってるとは思うんですけど、まあ絵と、絵もすごく綺麗だったし、ん、最後のね、銭形のね、おっちゃんがね、ルパンは、 大切なものを盗んでか盗んでますみたいな。え、何ですか？あなたの心ですみたいなね <laughs>。<laughs> は、ルパンさんみたいな <laughs>。あのゼニガタのもう最後のあのゼニガタのセリフすごい良かったんね。なんかあのルパン三世なんだけどルパン三世いいんだけど。 結構その銭形の脇役のその銭形のおっちゃんっていうのが本当に名脇役というか名脇役がいるからこそルパンがこう輝いてるんじゃないかなとまあ僕はアンパンマンとドバイキンマンの話をよくするんですけどバイキンマンがいるからこそアンパンマンが正義のヒーローで入れられると誰も悪いことしなければ正義のヒーローは存在しないっていうね <laughs> なんかこう矛盾というか余順というかなんすかね 映画とか全部そうっすよ。悪役がいなければヒーローになれる人はいないんですよね。そう。だから、陰と陽。まあ、何すかね。まあ、自分で言うならば、悪の、うん、悪魔と天使がいて、悪魔がいるからこそ天使がか輝かせるっていうかね。うん、だから陰と陽をね、うまくね、こう、使い分けられるといいですね。 多くの人は、その、あんまり、この前ね、ブラックな思考術っていう商品を僕は販売してる、まあ結構ね、反応良かったんですけど、まあそこでも言ったんですけど、まあ自分の中ね、に、その、バイキンマンみたいな悪魔みたいなね、例えば、今日めんどくせえな、やろうとは思ってるけどめんどくせえな、みたいなね、そういうその気持ちがね、お,お前今日ぐらい癒す、なんかね、もう一人の自分が出てくるわけですよ。今日ぐらい食っちゃえよ、とかね、今日ぐらい食ってもバレねえよ、と 今日ぐらい食っても大丈夫だよだ。一日ぐらいそのデザート食っちゃえよ。みたいな。ダイエットしてる人はもそうだと思うんですけど、悪魔の囁ささきですよね。大丈夫大丈夫。これ、あの、みんなに誘われてるから、今日はしょうがない。ね。食べようみたいなね。<laughs> その悪魔の囁ささきね。<laughs> それをね、どう乗り越えていくのか、どうそれを使っていくのかっていうのはね、結構人生において超大事かなと思いますね。まあ、ネットビジネスもそうですね。ダイエットもそうだし。 悪魔のささやきってあると思うんですけど、でもそれはしょうがないんですよ。人間だから。うん。めんどくせえなと思う時もあるし、食べたいなとで。我慢してんだけど食べたいなと思う時あるんだけども、その悪魔のささやきをうまく活用して、プラスにこう変えていくっていうことがね、まあ、昔、昭和風で言うならば、昭和、昭和風で言うならば、負けず嫌いで終わりですね。負けず嫌いっていうね。<laughs> 負けてもいいんだよっていう、 甘い悪魔がいるんだけど、いや、負けず嫌い、みたいなね。負けてたるものか、みたいなね。だ久保さんと僕はね、結構負けず嫌いっていうところもあって、この億万長者合宿がしつこくつ続く理由も、お互い負けず嫌いみたいなねおお。僕は、僕はね、あの、なんかあの、10代の上、十代、もう 10, 10個上ですから、久保さんね。ね、もう隠居みたいな感じでね。そう、老人に負けてたるものかって。 で、久保さんからすると、こんな若造に負けてた、た、負けてたま、負けるわけにはいかないみたいなね。このなんか、お互いにね、負けず嫌いが発動してるっていう部分もあるんですよね。だ大事だと思いますよ、本当に。負けず嫌いっていう。うん、うん。あなたは自分の悪魔に負けますか、勝ちますか、言ってらっしゃい。